帰ってきました。こんにちは。今日は急遽ママからLINE が来まして、おっちゃん今日迎えに行くねーっていう LINE が来て、やったーと思って今車乗ってます。今日部活あって、めっちゃ疲れてたから感謝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 よかったです、うん、で今日は何で迎えに来たんですか？今日はすいませんママです。こんにちは。こんにちは。今日はパパが、はい、お仕事で帰りが遅いのね、うん、でなんかお仕事の人と一緒にご飯食べてくるって言ってたから、うん、あちょっとご飯食べないでと思って。マジで、うん、やったそうなんだから、もうお仕事終わって迎えに来たの。なるほどね。そうなんです。そしたらエスカレーターエレベーターがエスカレーターで、ね、ママイオンにいたんだよね、うん、そしたらエスカレーターでおじさんにチャオって言われたんだっけ。そうやばくない？ウケるくない？そうチャオって言われたから、うん、とっさにチャオって言ったえぐいんだけどすごいママとっさにだよ、うん、ウケるんだけど。あ、でどこ行きたい？イオンちゃん何食べたいか。何サイズとか好きだね。せっかくなんで、うん、ご飯だけじゃなくて、うん、お店見たくないですか？お店見たい。ちょっと、うん、じゃあお店とご飯がくっついてるとこね。そう、ショッピングモールみたいなところ行きましょう。そうだね。はい、はいはい、じゃあ運転お願いします。ショッピングモール着きました寝起きです。めっちゃ寝起きて10秒ぐらいです本当に超寝起きです、うん、大丈夫？意識ある？あります。歩いてるんで歩いてるギリギリ、うん、じゃあどこ見ますか？ウィゴ。わかりました。ウィゴ、はい、行きましょう。あーちゃん、うん、てか今日も制服じゃん、うん、下映せないくらい。あー了解めっちゃ怖い。かわいい？カチューシャがめっちゃあるよ。あ、こういうバッグ欲しいの。あ、これ大きいのね。大きいの欲しいの。これかわいくない？うん、大きいね。ぶら下げられるトートバッグ欲しい、うん、音やば。音がやばいな。なんちゅう顔してんの？そろそろ、あー楽しい。ふぅ、でも、子が、ほぅ、しかも。なにおー、言わないでおくね。なんて言ったら今、新しい筆箱みたいに聞こえたんだけど。うん。あんなお高い筆箱を買ったのに。まさか。かわいいよね、これは2期のやつとかさ、うん、700円だって。え、薄くね、ほんとだ、ピーピーだ、うん、なくなっちゃったから買ってください。なくなっちゃったの？赤です。あ、これタブレットケースだね、うん、そう、これネットで見てたの、この前、うん、あった。超かわいくない？めっちゃかわいいよね、これ、うん。最近欲しいのばっかなんですけど、搬入困ります。めっちゃ可愛くない？これ夏って感じだね。うん、そう、その中にいろいろ売りたいの。これの歯車スタイルが超欲しいの今、うん、あれ前何か歯車スタイル買ってないんだっけ？私買ってないの。ハンギョドンと、うん、なんか可愛かったやつ。ひまじゅうとそれだよね、ハンギョドンね。あるどっちさんも会ってくる。会ったの？なかったです。マグフマスタイル、うん、めっちゃ可愛い。ターボだよね、買ったのね。そう、思い出しました。マグフマスタイルって他になんか出てるの？調べてみる後で。うん、私調べてみる、うん、なんか見たことないよね。ない。ちょっと欲しいかもちょっと欲しいかも。私持ってこなかったの？車の中。なんで置いてきちゃうの？バッグ持ってきたくなかったからじゃあ貸しとくね知ってんだよ、この間
親戚のお兄ちゃんにいただいたの。うん、熱いな、うん、よし、あの早くしてもらえませんか、うん、ちょっと何これやめる、これやめるの、うん、うん、それで出すの、これ買うの、これ買うのいっぱい買ったらお小遣いなくなっちゃうもんね、うん。ちょっといい加減にしてもらえる、ちょっと待ってねえ、本当にちょっと待って、なんで待たせんのよ、早くしてください。あんだけサイズがいいって言ってたんですけど、すいません、口が変わりました、後ろでゴロッと変わってしまいました、口の中が。変わりすぎじゃない洋食から和食みたいな、そうですね、そうなってます。はい、行きましょう。はい、中入りました。はい、さあ何を頼むのかな、分かってるでしょ分かってるでしょいや、たまには違うの頼むかな、お楽しみにしようかな。つまんないよそれだったらまあきっと納豆といくらでしょうよ。大正解です。大正解すぎました。やっぱりですね、はい、はい、ママだ、1個取ってくれる、そうねっていう感じだね。そのままトマトね。ママ、それで取ってください。はい、ありがとう、美味しそう。白なんてこぼさないように。本当だよ、気をつけてね。はい、飛ばないようにしてくださいね。はい、いただきます。はい、どうぞ。でも拭いたね。うん、うん、美味しい、うん、あ、よかった、よかった嬉しそうだね。うん、幸せ。はい、ありがとう。なんかわかんない、本日の海鮮なんとかってやつだから、美味しそうだから、最高、うん、お口がすごいいっぱいだね今ね、おもちゃんにね、部活でね、練習してるダンスをね、見せてもらったの。あんなの踊るんだと思って大変だね。でも楽しい、はい、よかった。はい、食べ終わりました、その皿。次は何でしょうか。正直さ、途中でお腹いっぱいになっちゃったんだよ。デザート行っていいですか。デザートも行きますか。いや待って、久々に食べたいかも、メロンシャーベットじゃ、何にするかも楽しみということでね。はい、カモンカモンカモン、何だし、何だし、ラオトケーキでした。スプーンしかなかったので失礼します。いただきます。うまっ、うま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 、最高です。ママのデザートです。これが美味しいのよ。カタラーナアイスブリッフェ。何？カタラーナアイスブリッフェ。いただいてください。はい、いただきますよ。一口食べますか。うん、その言葉待ってました。はい、食べ出した。うまっ。ちょっと食べ過ぎじゃない。うまい、うん、でしょ。うまっ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。美味しかったです。美味しかったです。はい、帰りますか。そうですね、はい、あ、ちなみにパパはラーメンを食べたそうで。早かったね今日は本当ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。またちょっと放課後誘ってくださいよ。はい、次は、次誘うときはちょっと東京 MR みたいな思っちゃっても
乗ってください。そうですね、ちょっと髪ボサボサだったんですけど、はい、今日一日中あなた許してください。はい、明日はなんと関西の日なんです。何を言われるかドキドキですね。ですね。頑張りましょう。はい、はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。